こんにちは。ピチピチの社会人1年目です。最近は5月半ばなのにすごい暑い日が続いていますけど、この時期といえば皆さん何を思い浮かべますかね？まあ4月から環境が変わったって方はちょうどその変化に慣れてきた頃だったり、5月病って言葉があるように、なんかいまいち気合入らなくてだらけちゃうなーとか、中学生、高校生とかだったら、そろそろ体育祭があるなぁみたいな、いろいろあると思うんですけど、僕が今思い浮かべたのは、去年の今頃は教育実習に向けて準備してたなぁっていうことですね。僕はつい2ヶ月前ぐらいに大学を卒業したんですけど、教職課程という教員を目指すにあたって教員免許を取るよって人が、受講する講座があるんですけど、僕はそれを取っててですね。まあ教員免許を取得したわけですが、大学4年になるとね、みんな絶対に行かなきゃいけないのが教育実習っていうものなんですよ。皆さんの学校にも一度は来たことありますよね、教育実習生っていうの。期間としては2週間とか3週間なんで、あんまり記憶に残ってないって方も多いと思うんですけど、実習した身としてはもう思い出深くて、今でも思い返すぐらい記憶に残ってます。で、今大学4年生の教職課程の子たちは、ちょうどその実習の準備に追われてたり不安に駆られてる子たちがいると思うんですけど、結論から言うと教育実習ってめちゃくちゃ楽しいです。もちろん行く学校だったり自分を担当してくれる指導教諭の方とかでも当たり外れはあるんですけど、基本的に僕を含め僕の周りはみんな楽しかったって言ってました。いや、まあかなり忙しくはあるんですけど、授業をやるのも楽しいし、生徒と話すのも楽しいし、何より基本的に教育実習は母校で行うので懐かしいなーって感慨深い感じになります。でも人によっては定時の5時で帰れなかったり、まあほとんどの人が帰れてなかったですけど、帰りが9時10時っていう人もいたんで、そうなっちゃうと次の日も早いから結構苦しくなっちゃうのかなって思ってましたね。で、実習中の忙しさを決める一番大きな要素は事前準備ですね。まあ僕は2週間分の授業案すべて事前に作っていったので、実習中はかなりイージーだったというか、明らかに僕だけ余裕があったって気がしますね。なんなら僕は定時前に毎回終わってましたし、基本的に帰りが暗かったことはなかったですね。というくらいに事前準備で実習中の忙しさが決まってしまうので、本当にこれはやっておいた方がいいと思います。それさえやっておけばぶっちゃけあとはどうにでもなるんで、指導教諭に見せて早めに添削してもらうのがいいかと思います。ちなみに事前準備はあんまりしてなかった子がいたんですけど、その子は科目が体育ということもあってかなりハードなスケジュールになってました。やっぱ体育科は他の科目と違って結構熱血指導というか説教されてるシーンが僕が知ってる限りでもめちゃくちゃあったんで、なんか大変そうだなーって感じで面白がってましたね。まあ本当に自信を持って言えるのが、マジで教育実習は楽しいので、今不安に駆られてる方もいると思うんですけど、事前準備さえある程度していけばだいぶゆとりができるので、ぜひ準備していくことをお勧めします。